名ケー,エールは、日本の競争馬である。主な勝倉は2020年の小倉2歳、ステークス、ファンタジーステークス、2021年のチューリップ賞。2018年2月23日、北海道阿比町のノーザンファームで誕生。母白インジャーは、本馬のヒーバば、白雪姫から広がる白ケマ一族の一頭であり、白髪の馬だが、本馬の毛色は影である。 2019年のセレクトセール一場市場で、名古屋競馬株式会社に2808万円で取引され、ノーザンファーム早北で育成が施された。早北では、山根健太郎が旧社長として、初めて送り出した世代の一頭であった。立党トレーニングセンターの竹秀俊旧社に入居した。場名の由来は、冠名、応援。8月22日。 小倉競馬場の神話戦に福永祐一を安城に出走。一番人気に指示されると、レースでは手綱を持ったまま2着に小馬審査をつける、圧勝でデビュー勝ちを果たした。重賞初挑戦となる9月6日の小倉2歳ステークスでは、竹豊かに乗り換わり参戦。台風が九州地方を北上、小倉に接近する中、雨が降り、当日のうちに両馬場から、 馬場となった雨が降る中、未勝利戦を大差で勝ち上がったモントライゼが、単勝オッズ1.8倍の1番人気、それに次ぐ6.3倍の2番人気の指示で出走した。集団外で据え、足をためた。最終コーナーになるにつれて先行勢を視野に入れる、ポジションまで進出。直線にて、早めに先頭に踊り出たモントライゼをしのぐ末、足を見せ、 一橋に4分の1差をつけて、勝利、重賞初制覇となった。また、父ミッキー・アイルと管理する、竹秀都市長教師に、初の重賞制覇をもたらした。新種母場の3区が、この競争を勝利するのは2013年の、甲ヤ焼子以来のことで、2000年以降6回目の出来事であった。続く11月7日のファンタジーステークスでは、道中かかり気味に先段を進み、 直線で束を突き放して、重傷に連勝を果たした。勝ち時計は1分20秒1。このタイムは2006年の同レースで記録された、アストンマーチャンの1分20秒3を上回る2歳レコードだった。続いて、暮れの阪神ジュベナイルフィリーズに出走したが、大外枠スタートからまたも道中でかかってしまい、直線では束をまとめてかわす勢いも、最後は伸びをかき4着に敗れた。 起乗した、竹豊は、折り合いがつかなくて、ロスがあった分、最後は甘くなってしまったとコメントした。大歌賞トライアルのチューリップ賞で指導。出走馬のうち唯一の重賞勝ち馬であり、単勝1.6倍の圧倒的一番人気となった。レースでは、スタート直後に5番手につけるも激しくかかってしまい、安城の竹豊の抑えも効かず3コーナーで早々に、先頭に立った。 最後の直線では、内側からエリザベスタワーに、外からストゥーティとタガノディアーナに迫られたが、ゴールまで粘り切って、エリザベスタワーと一着同着で優勝し、重賞三勝目を挙げた。レース後のインタビューで安城の竹豊は、勝つには勝ちましたが、良い勝ち方ではありませんでした。次へ向けて課題が多くなったと思いますと、竹秀俊市長教師は、前に、 馬がいると向きになるようですと語っている。そのまま、頻馬3巻1巻目の大賀賞へ駒を進めた。ここでは、主戦の竹豊の負傷により、横山則博に乗り換わっての出走となったが、阪神 JF の上位2頭に次ぐ3番人気に支持された。しかしば倍理事からすでにテンションが高まるなど落ち着きがなく、レースでもスタートで出遅れ、 途中から暴走気味に戦闘に立つなど終始制御が効かず、直線では余力なくずるずる交代し18着のしんがり負けを喫した。レース後、同馬は交渉面で、はみ受け不良となったことについて、平地調教再審査が課されることになった。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。